モニター開発で50代以上モニター専門家モニケンです。慌ただしい12月が過ぎて1月は少し落ち着けるかなって思っていたら、まだまだ魅力的なセールが目白押しで全然落ち着けておりません。そしてそんな1月ですが、コスパが高いことでおなじみのフロンティアが早速新年一発目のゲーミング PC セールを開催しております。セールの期間は1月13日15時まで。名前がね、スーパーセールっていうすげえダサい名前なんですけど、今回もグレートなラインナップになっていて、その中からモニケンがさらに厳選したね、3台を紹介しようと思います。またメモリ &SSD アップグレード応援キャンペーンっていうのもね、併用できるので、こちらも要チェックです。それでは早速いってみましょう。まず最初に紹介するのは AMD Ryzen 7 5700X プラス、 NVIDIA GeForce RTX 3070Ti を搭載したモデル。フロンティアのゲーミング PC にはエキスパート向けの GH モデルっていうのと、エントリー向けの GA モデルっていうのがあるんですが、こちらはエントリー向け GA モデルですね。エントリー向けといっても侮るなかれ、冷却性と拡張性は十分なので高性能なパーツも搭載できる優れものです。本体の上部とサイドがメッシュになっていて、効率的に内部を冷却可能。本体上部にはマグネット式フィルターも付属しているので日々のお手入れもしやすいです。まあ相変わらず見た目はダサいですけどね、安さの代わりにビジュアルを犠牲にしてます。で、グラフィックボードの RTX 3070Ti はフル HD や WQHD 解像度であれば多くのゲームを 100fps 以上の高フレームレートでプレイ可能。例えば Steam Award 2022を受賞したファイナルファンタジー7リメイクをフル HD でプレイした場合、平均で 120fps 出せます。4K 解像度だとさすがに 60fps くらいに落ちてしまいますが、一瞬の判断を要求されるような FPS ゲームとかじゃないですからね、全然問題ないと思います。比較的軽いゲームである Apex Legends はフル HD でも WQHD でも平均 200fps 以上出せるので、フレームレートが出ず映像がカクついてフリーになるみたいなことはほぼないですね。しかし高性能なグラフィックボードを搭載していても CPU の性能が低いとグラフィックボードが力を出しきれません。これをボトルネックって言うんですけど、 CPU も高性能な Ryzen 7 5700X が搭載されているのでボトルネックが起きる心配もありません。で、フロンティアの PC って値段を安くするためにパーツの性能が必要最低限になっていることも多いんですけど、このモデルはね、割と高性能なパーツが搭載されています。例えば SSD は 1TB、 1TB あればゲームの他に動画や写真などを保存してもすぐにいっぱいになることはないでしょう。具体的なゲームごとのデータ容量をお話しすると、 Apex に必要なストレージは 22GB、 ゲームオブザイヤー2022を受賞したエルデンリングは 60GB なのでね、お気に入りのゲームをガンガン入れるとしてもそう簡単にはいっぱいにはなりません。ただゲームによってはマジで重たくて 100GB を超えてくるっていうゲームもあるので、必要な容量が大きいタイトルをプレイしたいっていう場合は容量に注意しましょう。まあでも SSD ってね、簡単に増設できるんですよね。機械が苦手な方でもネットで調べながらやればね、なんとかなるレベルです。 1TB で使ってみて足りなくなったら SSD を追加で購入して増設するっていうのもいいでしょう。ただメモリはね、ちょっと物足りない、 16GB しかないです。ゲームプレイには全然問題ないんですけど、ゲームをしながら配信したり動画を見たりとか複数の作業を同時に行う場合は 32GB あると安心ですね。じゃあカスタマイズして値段が上がるのかと思った方に朗報です。このゲーミング PC はメモリアップグレード応援キャンペーン対象、そのため通常 14,300円かかる 16GB から 32GB への増設が9,900円で行うことが可能です。普段の価格に対して約 30% オフですね。これはお得。動画編集とか 3D 作成ソフトとかを使う場合にもね、メモリは多ければ多いほど安心ですからね。そんなこの PC のお値段は214,800円税込み。 RTX 3070Ti が搭載されたパソコンもね、かなり安いですよね。1年前くらいなら23万から25万くらいはしたと思います。若干円高に傾いてきたとは言っても、まだまだ物価は上り調子なのでグラフィックボードの価格もまた上がっちゃうかもしれません。悩んでる方はこのタイミングで買うのも全然 OK。 続いて2つ目に紹介するのは
インテル Core i7 12700F プラス、 NVIDIA GeForce RTX 3080を搭載したモデル。セール価格は税込みで272,800円。 RTX 3080は先ほど紹介した RTX 3070Ti の一つ上のモデルですね。 RTX 3070Ti で 4K をプレイするとちょっとカクつくなみたいに感じていたゲームを RTX 3080なら 4K でも快適にプレイすることができます。光の反射や屈折を現実世界のように再現するレイトレーシングっていう機能をオンにしても高いフレームレートを出せるでしょう。レイトレーシングをオンにするとね、映像のリアリティが大きく変わります。マジで映像の中に引き込まれるような没入感を体験できるので、サイバーパンクとかレイトレーシングに対応しているゲームを持っている人にはぜひ体験してほしいですね。その他のスペックについてなんですが、まずメモリが 32GB、 SSD も 1TB あります。このスペックならね、特にカスタマイズしなくてもゲームや配信、動画編集などほとんどの作業を快適にこなせるでしょう。仕事でもプライベートでも何でもできちゃう万能パソコン。しかもケースもさっきの 3070Ti のダサいデザインとは一味違う。片側が強化ガラスになっていて中が見えるのでね、パーツのライティングも楽しめるし、中にホコリが積もってるかなとかも確認できます。カラーはブラックとホワイトの2種類から選択可能。エントリー向けの GA モデルと比べて性能もデザイン性もね、スペックアップしたモデルになっております。そして最後に紹介するのはインテル Core i7 13700F プラス、NVIDIA GeForce RTX 4070Ti を搭載した超ハイスペックモデル。 RTX 4070Ti って何？と思った方、こちらの RTX 4070Ti は2023年1月5日に発売されたばかりの最新のグラフィックボードです。そんな最新のグラフィックボードが搭載された PC もセール対象になってるんですよ。そんな RTX 4070Ti の性能はというと、 APEX であればフル HD 最高画質で MAX の 300fps に近い数値を出すことができます。 4K 最高画質でも 165Hz を余裕で超えてくるので、ぬるんぬるんな映像を楽しむことができますね。激重ゲームとして有名なサイバーパンクもフル HD 画質ウルトラレイトレーシングオンという条件だと平均 70fps くらい、60fps は超えてるので快適にプレイできるといったところですが、そんなもんなのと思いますよね。しかし RTX の4000番台のグラボには NVIDIA の最新テクノロジーである DLSS3 が搭載されています。 DLSS っていうのはディープラーニングスーパーサンプリングの略で、ゲーム画面の映像の綺麗なシーンと粗いシーンを比較学習して粗いシーンを高画質へと変換する機能で、その最新版が DLSS3。 GPU はね、少し低画質の映像を出力しているので負荷が少なく、高いフレームレートを出しているのに映像は綺麗っていうね、意味わからん技術です。この DLSS3 は RTX 4000番台の最新グラフィックボードでしか使えない機能なんです。 DLSS をオンにしておけばフル HD でレイトレーシングをオンにしていても 200fps 以上のぬるんぬるんな映像、 4K 解像度でもレイトレオンで 80fps ほどになるので、重いゲームでも綺麗な映像でプレイしたいっていうゲーマーにおすすめです。ただ現時点で全てのゲームが DLSS に対応しているわけではありません。有名どころだとマイクラ、フォートナイト、バトルフィールド5、サイバーパンクなどが対応済みです。もしね、この PC を買ってやりたいゲームがあるっていう方は、そのゲームが DLSS に対応してるかどうか確認した方がいいでしょう。このね、 DLSS3 が必要かどうかっていうところが RTX 4000番台のグラボを買うかどうかの一つのポイントになりますね。そしてね、これだけ性能が高いグラフィックボードを搭載してると CPU がボトルネックにならないか心配になりますが、最新の Core i7 13700F を搭載しているので問題ありません。2つ目に紹介した3080のモデルは CPU がね、 Core i7 の12世代でしたが、こちらは13世代、1世代先を行ってます。いって、こいつの方が上を行ってるんだから上かっこ。13世代は2022年10月に発売された最新モデル。
ハイエンドのグラフィックボードである RTX4070Ti の性能を十分に引き出してくれる CPU と言えるでしょう。ただ CPU クーラーがデフォルトだと空冷なので6600円かかるんですが、冷却性と静音性に優れた簡易水冷クーラーにアップグレードしてあげるのがおすすめです。その他の性能としてはメモリが 32GB、 SSD も 1TB なのでこの辺も問題ありません。ただ電源が 850W なのでここはね 1000W にしておいた方が安心ですね。今後のカスタマイズ性を考えてもこのスペックなら 1000W 欲しいところ。7700円かかりますが予算が許すならアップグレードがおすすめです。ちなみにほぼ同じスペックで CPU がね12世代の Core i7 を積んでいるモデルはなんと30万円を切ってね29万4800円で購入できます。ただこの価格差だと、ケースのデザインダサいし CPU も13世代っていうことを考えると、僕が紹介したねこの30万9800円のモデルの方が圧倒的におすすめだと思います。というわけで2023年一発目のフロンティアセールについて紹介させていただきました。最新のグラフィックボードの RTX4070Ti が搭載されたモデルはねつい欲しくなっちゃう価格でしたよね。 RTX4070Ti についてはまだねネットでも情報が少ないんですけど、ハイエンドのグラフィックボードの中では価格と性能のバランスは悪くないかなって感じ。特にね DLSS3 が使えるグラボの中では最も安価なグラボなのでね、購入を検討している方は参考にしてみてはいかがでしょうか。もしこのセール動画でわからない単語があったっていう人はモニケンチャンネルの世界一わかりやすいゲーミング PC の選び方っていう動画を見て勉強してみてください。わからなかった単語が一気にわかるようになって自分に合うスペックのゲーミング PC が選べるようになるはずです。概要欄に動画のリンクを貼っておくのでぜひ見てみてください。そんな感じで動画を終わらせていただきます。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!